自転車で大阪まで帰ろうと思っております。一応ルールを説明しておきますと、1号線の端から端まで自転車で走行する、2頑張らない、3随時迂回あり、もしそうなとこあったら迂回して帰ります。次、体や自転車にトラブルが発生した場合、後日続きをするものとする。はい、次、できるだけその土地のものを食べる。雨の日はお休みの。はい、おはようございます。9日目の朝になりました。今日宿泊してたんで、ここですね、お風呂カフェっていうか、お風呂カフェ、あー楽しかったですね。あ、これの横にホテルがあるんですけど、まあここのねホテル良かったですね。うん、まあスーパー銭湯ですよね、ここ。はい、ということで9日目今日最終日です。大阪まで走りたいと思います。だいぶ疲れている感じでございますが、大丈夫だと思います。では行ってまいります。宮橋です。本当に宮崎綺麗ですね。この橋大好きです。向こう橋が待ってますね。でございます。8時18分ぐらいかな。で、あと多分60キロぐらいっていう感じです。ちょっとね360度カメラがね調子悪いみたいなんで、しばらく携帯のビデオで撮影していきたいと思ってます。それでは、はい、京都東のインターチェンジちょっと過ぎた、マクドナルドに来ております。坂の途中で360度カメラ1回落としてしまいました。その前からですね、メモリがいっぱいやって言ってよくわかんないメッセージが出てて撮影できないんで、ここでちょっとご飯食べながらですね、どない状況になってるのか見てみたいと思います。多分治ると思うんですけどね。はい、じゃあちょっと行ってきます。シュッ、39分、山下駅前を通過しました。山降りてきました。東大寺通り10時3分ぐらいです。工場ですね。先日取材してた工場界隈ですね。この辺工場を走らせます。一応堀川五条で
綺麗なお寺ですよね、教室ね。トルモールの方に来ております。くら寿司があるって書いてあったんで、お寿司でも食べてから行こうかなと思っております。はい、今1時51分ですね。だいぶバテててね、動けなかったですけど、25キロなんで頑張って気合い入れていこうと思ってます。いくぜ。28分、枚方市駅前あたりで横浜道を通過です。9分、4丁目交差点。
前の信号にな、引っかかってしまう。駆け抜けなかったのになぁ、うわぁ、かっこいいなぁ。じゃあ、2号線行ってきます。いやおめでとう、おめでとう、おめでとう、おめでとうございます。帰ってきましたよ。帰りましたね、かっこいいわ。帰ってきましたよ。ですね、愛知県中心都市、名古屋市の方に来ております。ホテルまでたどり着きそうな感じでございます。おります。駐輪場もありまして、いろいろ出てるスピードカラーが出てくるスピードカラーが楽しい。車来た、後ろから車来た、来い来い。